っかり晩秋となりましてね、今年最後の風釣りにいつもの境川へ向かってます。あ、すみません、磯目もらえますかね。はい、でまだ釣れてるんですよ。あ、釣れてます。よかった。自分もやってるけど結構出ますよ。場所、これはこっちの3番瀬の穴釣りやってますね。あ、そうなんですか。そこ境川の境川もいる。いるけどなんかちっちゃいですよね。はい、はい、どうも。そっか、穴釣りなんだ。初めて釣る場所、ちょっとあそこを狙ってみたいと思います。なんかいるよね。とりあえず小さめだけど、あ、いいですね。見つけました。いいですね、同じ場所で引き、ちょっとでかい、いい引き目、うん、はい、こっちの竿でも釣れました。3匹目、まあ、ぼちぼちかね。でそんなに大きくないですよね。ちょっと小さいです。4匹目、ちょっと小さすぎるんでリリースします。結構いい場所見つけたかった。おー、これそこそこでかいっすよ。うん、はい、そこそこでかいです。コイン取ったらわかんないですよね。小さいけど一応キープ。結構入れ食いです。はい、今入れ食いタイム。この間に釣っちゃう。今日一ですかね、10センチぐらいあります。針にかかってなくてもさ、あの餌飲み込んだまま上がってくるってすごい。はい、入れ食い、ちょっと入れ食いなんですね。電気がないじゃんね。ちょっと早じまいになるかもしれません。雨がちらついてきたんで、どんどん釣ります。今日一更新かな。でかいです。忙しいね。よし、また釣れてるわ。やっぱ止まらないです。休憩する暇がない。ちょっと今昇降状態。止まらないんですけど、伸びちゃうんで、行っちゃうんです。
ロンゲロンに。お湯入れてる間に5匹ぐらい潰れちゃったね。来てる来てる。おいしょ、うん、結構でかいよ。結構無限に入れ食いです。ちょっと例年よりハゼが多めに残ってるかもしれないですね。あのなんとなく、ね、あの今年青潮の影響で僕もあんまやってなかったんですけど、意外と入れ食いっていう、だから大きさはそんな大きくないですよ。あとここね、運河にこうなんかね、せき止められてる場所なんですけど、場所の設定がいいのかな。うん、ずっとここで釣れてます。ちょっと一点集中で行ってますけどね。来た来た来た、行けるか。ふいふい。なんかこのサイズが無限に釣れるすごいですね。はい、無限に釣れます。 7,8 センチのやつが無限に釣れるね。はい、頑張りましょう。このゲートの部位の向こう側は入れ食いなんですけど、こっち側ってね、なんかピクリと動かないですよね。これ不思議ですよね。なんかちょっと種類が違いますよね。これニュルニュルしてるし、先ほどのね対岸にやってきたんですね。ちょっと当たりがね静まったんで、一回反対側にやってきてみました。これもう少し頑張ってみようかな。本日は浦安の境川ですね。久しぶりにカブ釣りを楽しんでみますけど、降ったよりも入れ食いで場所が変わるとね、一口釣れるっていう、やっぱりあの場所選びの点数が一番大事っていうことがよく分かりました。今年はね、もうそろそろカブ釣りのシーズン終わりだと思いますけど、また来年楽しみたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。30匹ぐらいかな。ハゼの巣、キムチ鍋。